はい、お元気様です。山田店長のどうでもいい話、今日のテーマは暗殺教室270万部突破。これは漫画の話です。それではアドリブで3分、いきます。ドーン、スタート。はい、暗殺教室、これ少年ジャンプの今もう看板漫画、めちゃくちゃ売れてる漫画ってことで今日は紹介します。簡単なあらすじ、この変な丸っこいキャラクターが先生なんですけども、謎の生物、進学校にやってきた担任の先生なんですけど、なんとマッハ20で空を飛んだり、月の7割をですね破壊して三日月の状態にしてしまったりとかで、来年の3月までに自分を殺さないと地球を破壊するということを宣言するんですね。でなぜか中学校の担任教師になって、そこの生徒たちがこの先生を殺すと、殺せば100億円の報酬っていう、なんか簡単に言うとあらすじなんですね。でこの270万部少年ジャンプどんなに面白いのかなと思って、漫画好きの山田店長としてはもうわざわざ3巻買ってきました。でもう早速読みました。で結論から言うと、なんかやっぱり少年ジャンプの看板漫画って言ったら北斗の拳、ドラゴンボール、なんだろうとか、そんなもうほらすごい人気の漫画しかイメージがなかったんで、読んだらちょっと王道漫画ではないんで、なんかやっぱグッと来なかったですね。私はそんなに面白いかな、微妙微妙で、決して面白くないとは言いませんけども、その今看板になってるっていうほどなのかなっていうのがちょっとまあ率直な意見です。いやもしかしたらもっと面白い、なんか私の感性が悪くてもっと面白いよっていう意見があると思うんですけども、私的にはそんな感じでした。ってことで、まあ機会あればぜひ読んでいただきたいなという、漫画の一冊ってことで今日は紹介させていただきます。ってことで最後の私の決め台詞、一日一生、本日も絶好調様です。はい、それでは皆さん、さようなら、ありがとうございました。